学校市場主義とは学歴社会あるいは教育環境などにおいて学校そのものに依拠した考え方のことである。学校教育市場主義、学校依存主義とも、ここでは包括的に取り扱う。田中良太は教育直後により学校市場主義の概念が日本人の一般的な社会通念となったとしている。田中によると天皇期間接事件や 京大滝川事件などの軍部や特攻警察の存在によって大学の自治が強引に侵されたという意識は学校教育サ賛になりやすく当時の自由主義者の思考形態が学校教育市場主義であったという。さらに教育基本法によって理論的に再武装されたと評価しており、教育基本法は昭和版教育直後であると位置づけている。 山下栄一は1998年3月12日の参議院文教科学委員会において学校教育の中における親の位置づけが法的にも不明確であると疑問の声を上げている。菅勝美は2004年9月27日の埼玉県川口市議会定例会において基礎学力の向上という第一目的から逸脱したマナー、礼儀作法、文化活動、 人格形成などの様々なことが学校に期待されている状況を学校史上主義と表し、そのため公立学校の義務教育課程は過酷な状況になっているとの認識を述べた。日弁連においても学歴社会と並んで根深いとされており、解消に向けた具体的方策を取るべきであると提言されている。また提言の元となる子どもの権利条約の第十九条1項に、 定められている、児童の人格、才能並びに、精神的及び身体的な能力を可能な、最大限度まで発達させるの実現には、学歴社会、学校市場主義にメスを入れる必要があるとの、提言から、上記定義の阻害要因であることが読み取れる。AB、教育基本法改正草案、学校市場主義からの離脱を目指して、P72、学校市場主義の再武装。 教育基本法改正草案、学校市場主義からの離脱を目指して、P46、大学は被害者。学校教育市場主義、その後2006年に改正された教育基本法では、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力に関する条文が新設されている。平成16年9月定例会埼玉県川口市議会9月27日。 ありがとうございます。